さあ、今日は久しぶりに、ちょっとね、コンビニ行って気になる商品というか、セブンイレブン先行発売なんていうね、面白げな商品を見つけたんで、食べてみようということでですね、やってみたいと思います。こちらでございます。ペヤング激辛超大盛りと。ペヤングのね、超大盛り、つまり並盛りサイズなんですけれども、これがですね、超大盛り激辛なんていうのが出たんですね。というわけでですね、早速、このサイズじゃないとなかなか買う気がしないんでね、買ってきてみたわけです。どんぐらい辛いのかなっていうので、早速食べてみたいと思います。ということで、お湯が沸いたんで超大盛り開けます。バイバイ。この線まで、指示通りに行きましょう。この線まで、はい、この線まで開けると。開けた花から、外に入れようと思っても、お湯を入れていきます。喋った方がいいね。パントマイムでもいいかなと思ったけど。3分後というわけで、3分経ちました。激辛ソース。激辛ってもうこの言葉の響きが嫌ですね。僕辛いの嫌いなんだけど、なんでね、こんなのやろうと思い立つかね。困ったもんだよね。苦手だからこそね、見つけたらやらざるを得ないというか、やらずにいられないっていう、このね、たまには YouTuber らしいことをしようっていうやつですね。なんでこれ、この YouTuber ってこんなことばっかりやるかね。いいじゃんね、競馬予想だけしとけばね。というわけで、混ぜていきます。この辺の手はずね、もう一つ、二つ見せてあげるのが YouTuber なのかもしれないけど、本職じゃないから。できましたってこう見せるついでに、匂ってみたけど、辛いね、もう。いただきます。辛い、知ってたけど、これ辛すぎない？てか、このタイプのやつって前やったけどさ、前の時はハーフ&ハーフだからちょうど良かったんだよね。こんな辛いも食えねえ。ちょっと待ってね。こんなこともあろうかと、たらちょうどいいんだよね。わかるでしょ。もうね、食い切るの諦めて、この辛さで食い切るの諦めて、ハーフ&ハーフにします。もういいよね、向いてっちゃうよ。こっちはね、もう皆さんご存知の、はい、ペヤングの、もう字ないや。ペヤングのね、はい、超大盛りでございます。これと混ぜればちょうど同じ量ですから、ハーフ&ハーフになるわけです。もう辛いから、はい、はいはいはい、いつも通りやっていくよ。はい、さっきと同じ工程でした。辛いな、まだ残ってる。はい、お湯入れます、入れます。もう3分待ちます。というわけで、ようやく3分経ったんで、こちらのペヤングのノーマルの超大盛り作っていきます。まだ辛いよ、どうしてくれんのこれ。混ぜていきます。それでは、皆さんご存知の味なんですがね、ノーマルの方も食べてみたいと思います。安心できる味、美味しいですね。これだけ食べればよくねって言って、食べ物残すとまたね炎上するんで、ハーフ&ハーフにします。というわけでね、混ぜていきたいと思います。できました。というわけで、ペヤングの超大盛りハーフ&ハーフでございます。では、いただきます。ここまた辛いとこじゃん。あ、でもちょうどいいですね。だから、最初からこんぐらいの辛さでいいんですよね。でも、これ思い出したけど、最初から思い出したっていうか、分かっててやってるけど、この半分で、半分から、激辛で半分ノーマルのハーフ&ハーフは、前やった！知ってる、この味。そして、あとはだから、あれですね、超大盛り2つ食い切れるかどうかっていう、なんていうか、ただのデカ盛り勝負ですね、こっから先は。というわけで、デカ盛り、挑んでいきたいと思います。でもね、結構もう汗かいてんだよね。
というわけでね、半分ぐらいまで来ましたけど、やっぱね、ハーフ&ハーフにしてよかったですね。これぐらいでちょっと程よいからさ。まあね、そういう意味では、今回何を考えて全部激辛にしてくれたんだと。前のハーフ&ハーフの方が良かったとね、僕は思うんですが。まあでも、どうせ2つ食うんで、こんな感じでね。食べ物残すとね、熱湯で叩かれるから、もう最後、食べちゃいたいと思います。ごちそうさまでした。ペヤングの激辛超大盛り。味的にはハーフ&ハーフがちょうど良かった。激辛はね、超大盛りはちょっと辛くて多すぎる。やっぱハーフ&ハーフにして美味しかったです。ごちそうさまでした。